今月24日に行われるプロ野球ドラフト会議。古川亮投手、18、は、春夏ともに甲子園出場経験のない日本学園高校、東京・世田谷区、で初の NPB 入りを目指す右腕だ。写真を見る、ドラフト、芸能スカウトも注目の190センチメートル右腕、古川亮が日本学園校初の NPB 目指す。 兄の影響で小学校3年生から野球を始めた。中学時代までは野球で目立った実績はなかったが、1 8 0トルの父、1 7 0トルの母の遺伝もあってか、中学卒業時には現在とほぼ変わらない1 9 0トルほどの身長に達していたという。強豪校で這い上がっていきたいと考えた古川は、 高校入学前に甲子園常連の名門校のセレクションを受けるも不合格。ただ自身は、セレクションに落ちたことが悔しくて、ここまで成長できた、と振り返る。というのも、中学時代は 120km ほどの急速が、この夏は最速 145km を記録するほどの急成長を遂げたからだ。日本学園高校ではサッカー部と野球部でグラウンドを共有する日もあり、 練習環境はは恵まれていいるとは言えないしかし選手に練習を強制するのではなく足りない部分を個別にコーチが教え。